組みただ一つ、俺は全て切り伏せい。劉備を逃がせば葬儀に抗い続けるのは羊ならば、今ここでその名脈を断つしまいだ。曹操様、劉備が南軍の城を通過した模様です。無事に逃げられたのか。私も一度体勢を整えよう。劉備様、どうかご無事で。兄者が逃げ切るまでここは通さねえぜ。おめえら覚悟しやがれ。今だ、かかれ。奴らを劉備様のもとへ行かせるな。感情入れ直してやる。行くぞ。長姫、うまいまひいほどの軍だ。劉備の背を見失うか。わしに任せてください。わしに一発で乗してみせます。お任せいたした。我々はあの橋から劉備を追うべきか。劉備が逃走陣に跳ね橋を上げた模様。崖上からの追撃は不可能です。劉備、無駄な甘きゅう崖下の道から進む。奴を追うようだ。開かれた。私たちが戦わなければ。あれあれ、どんどん切られ。潰してやられ。帝国は通さねえぜ。浮き上がれ。しまいだ。どんどん。もう兄者は大丈夫だろうな。ならところはさっさと貫かんぜ。王黎明が討ち取った。
物で道を塞がれました。これでは劉備を追えません。どこまでもあがきおるわ。周囲を探れ。追撃の道は必ずあるはずだ。関羽は劉備と合流する算段がある。ならば他に道があると考える。逃げ切るとあとわずかだ。劉備との合流を待つとしよう。じじと進むもん。その首食らい受ける。いざ。関羽よ、破れようと劉備の危機にさらす真似はせんか。オラたちも劉備様のところに行くだ。確かこの砦の中にはしごがあっただよ。これで劉備様のところへ行けるだ。劉備氏、じと進むもん。このはしごで合流するさ。我々も使わせてさあ来やがれ。お前なんかひとひねりだ。死の魂。Yeah.
めるのです。レッサードン、ユービ殿には指一本触れさせん。覚悟せよ。一つ進もん。時は稼げたでしょう。レッサドン、来い、我が治癒で葬ってくれるわ。劉備の矢を落とすわけにはいきません。一つ進もう。奴と死因を決しようぜ。敵も次こそは決戦の生きてこよう。ならばそれがしの全力をもって対されば。